ダメよ、もち丸は。あとケーキ。焼きそばと一緒にケーキ食べたの？ケーキ食べるよ。なんで？何がおかしいの？合わないでしょ。だってこれよ、マロンよ。マロン、栗でしょ？うん。焼きそばでしょ？うん。栗ご飯よ。どういうこと？あ、俺も酒飲もう。誰の何のあれでもないのに。ね、今喋ってんだ。うるさいな。今喋ってんだ。俺にもお酒飲ませろよ。うん、作ってなかったんだ。作ってなかったのよ。あんたの焼きそば作ってたからさ、お酒作ってなかったのよ。ありがとうございます。うん。感謝しろ。何こうやってやってさ、じゃあ普段なんかいつも俺が何でもしてあげてるみたいに見せといてさ。うん。いいよね。ずる。はぁ？こうやってさ、見てる人たちはさ、あ、いつも何でも作ってもらって、ここの、今のここでしか見えてないから、そう言えれるのよ。はい、というわけで。だってそうじゃん、実際。ええ。乾杯。なんで今日はシャンパン、シャンパン、スパーカー。だから何も誰のあれでもないよって言ってるじゃん。うん、今日、大家さんの誕生日よ。あー、大家さんの誕生日よ、ほんと。あ、美味しいな。でも久々に飲むと美味しいね。美味しい。いや、久々に飲むととか、まあ、いつも飲んでも美味しいけどさ。いただきまーす。はい、食べ食べ。俺久々にさ、うん、買ったのピザポテト。食べて。うん。俺マジで好きだったんだよね、ピザポテト。ポテトチップスの中で一番好きかもしれない。あ、めっちゃすごい。チーズの匂いが。うん。これもうまっ。うんうん、おいしい。あ、やっぱこれだわ。ピザポテトだわ。夏。うん。めっちゃ久々食べた。うまい。うん。風が気持ちいい。ね。うん。なんかやっと涼しくなったね。秋っぽくなったねって言ったらさ。うん。またなんか今日暑いよね。暑いね。ね。うん。もちまりちゃんやめて。もちまりちゃんのご飯はちゃんとあります。そんな、うるうる瞳で、訴えてもダメよ。寒暖差が激しすぎてさ。ああ。もう翔ちゃんちょっと体調悪かったじゃん。こないだ。そうだっけ？うん。鼻水が止まんないっつって。ああ。まあ、もともと鼻は弱いんだけどね。鼻炎もあるし。そうね。うん。秋の花粉もあるよ、花粉もあるし。うん、俺さ、うん、自分で思うんだけどさ、動画でさ、うん、鼻かいてるの見るの自分で。でもあれって俺小さい時から鼻は本当に痒がりで、なんか、うんうん、あったかいもの食べても痒くなるし、うん、ちょっとの寒暖差でも痒くなるし、なんかやっぱちょっとアレルギー多いからさ、うんうんうん、嫌なんだよね。自分でも気になるもん。確かに。俺もね、鼻触るの癖なんだよね。痒くて仕方ないんだもん、いつも。俺は。そうね。うん。痒いんだ。かゆかゆ。うん。なんでかゆくなるんだろう。わかんない。もう小学生の時から。いや、もっと前かもしれん。ほんと？うん。なんか、翔ちゃんの小学生の時ってかわいいそう。わからん。かわいい男の子だったっぽい感じする。わからん。ひねくれてた？ひねくれてはないよ。純粋？多分。うん。うん。どうしたんね、まちまりちゃん。毎日楽しい？家にいて気がつければ、うん、寝てて、うん、気がつけばご飯食って、うん、かわいい。毎日お散歩行ってるもんね。うん、3回とか行っちゃう。多い時はね。多いと思う、うん、3回やばくね。マジ。え、でもめちゃくちゃ行ってる人行ってんじゃん。うんうんうん。しかもさ、1回のさ散歩でさ、うん、1時間くらい行く人もいるじゃん。うちらはさすがにそこまで行かないけど、うん、できないね。うん、美味しい。うん、美味しい。ちょっと味薄い。え？どう？あ、薄いよね。多分野菜たくさん入れたからだ。あー、いや全然いいんだけどね。うん。あ、ソース足す？あ、でも今更さ。いいよ、別に足しても全然。足そうよ。うん、うん。
あとマヨネーズかけるとか。うん。それそれ。イエイイエイ。食べすぎじゃない？え、好きじゃん。うん、好きだけど。大丈夫っしょ。うん。美味しい。そりゃ美味しい。うん。うん。あれ、ケーキ用のフォークいる？ケーキ用のフォーク？うん。大丈夫。は？え？なに？もう何？何？箸で食べちゃいけないんですか？あ、出たわ。そういう法律あります？あ、出た出た。あ、そうね。はいはい、お箸だったわ。何？フォークとかで食えよ。何？フォークと、何？パスタはフォークで食べなきゃいけない法律でもありますか？あ、でもこの間さ、ごえもん？初めて言ったじゃん。うん、うん、お箸で食べたね、うん、まあありだと思った。ちょっとでも何ちょっと食べづらくない？お箸だと。え、ないないない。お箸使えないんですか、あんた。はぁ、バカにすんなよ何が食べづらいのかがわからない。お箸で、お箸でつまみにくい。え、何がもう一日何なんそれ。何が一日何なんの。麺がつまみにくいって。うんうんうん、くるくるくるってした方が食べやすいじゃん。ああ、うん、あー美味しい。え、俺の残してて1個食べれんの？食べれるよ。栗嫌いでしょ？え、そんなことない。え、そんなことなかった？いや、そんなことあるよ。そうだよね。いや、うん、いい、物による。無理しないでいいって。食べる食べるから。なんでよ。こっちは食べれるから大丈夫って。俺も食べる。さつまいもとかさ、うん、かぼちゃとかさ、うん、なんかちょっと甘い野菜があんま得意じゃないんだよ。あ、甘い野菜というか。栗も含まれないの？栗も含まれるでしょ、うんうん、全然違う話していい？物による。何聞けよ物によるけど。何なんでよ。何聞いて話を広げろよ。はい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 、はい、どうしたどうしたの。いや、この間やばすぎ。あんた本当にその性格どうしてもいいかした方がいいと思うよ本当に。何？なんか顎についてる。何？可愛さアピールですね。もう早く言ってよ自分がさ散々なんか茶化しててさ、はいはい、何？この間ね、なんかおじいちゃんが道に迷ってたっぽくて、うん、サラリーマンの人にさ道を聞いてたの、うん、ここ行きたいんですけどどう行けばいいですかみたいな、うん、そしたらさ、別に昼休憩だと思うのね、うん、建物自体がみんなもう昼休憩でサラリーマンの人がわーっている感じだったから、うん、でさ、わかりませんみたいな。結構なんか冷たいなと思って。ん？何？おじいちゃんがここに行きたいんだけどどうやって行けばいいですかって言ったときに、そういうことね。そう、はいはいはい、サラリーマンの人が、いや、ごめんなさい、わかりませんみたいな。でもさ、今って携帯で調べたらすぐわかるじゃん。うん。ねえ、うん、調べてあげないんだと思って。あー、そうなの。そうそう。そしたらさ、そのおじいちゃんがさ、駅はこっちみたいな。うんうん。なんか、すんごい簡単なやつを見て、なんかもう、それがもう迷ってたから、声かけて、え、どこか行きたいんですかみたいな。調べてあげた。いいよ。いや、わかる。いいことしたなと思って。うん。俺も聞かれるんだよね。なんか、翔ちゃんってさ、結構なんかそういう、うん、なんて困ってる人見捨てられないタイプじゃん。あー、かな、そうかな。あんま気にしたことないけど、そうなのかね。だってほら、自転車とかがさ、わーって倒れた時とか絶対助けに行くじゃん。うん、そんなことねえけどな。そんなことしねえよ。わざと倒すよ。なんでそこでツンデレ出すの？わざと倒してやる、そこ。そんなことしねえよ。もうそんなん見たらお前、後ろから蹴り入れるわ、ほんと。でもなんか、うん、わかるわかるわかる、ね。なんかね。冷たい人多いよね。そうそう、なんかさ、ちょっと調べてあげればいいじゃん。なんかね。どこ行きたいんですかって言って、今さ、すぐ携帯で調べられるからさ。わかる。うん。その時にさ、一個すごいなって思ったのがさ、うん、そのおじいちゃんがね、行きたい場所の住所を覚えてるの。あ、メモとか見らず、はいはいはい、どこどこの何丁目の何番の何ですっていう。だってもうそこまでわかってたらさ、もうパッと調べてさ、うん、あ、そう、Google マップだ。はい。そういうのでさ、調べられるのにさ、なんかね、何、うん、なんだろうね、本当に思うのよ、うん。結構挨拶しても返してくれない人多いし。あ、いるよね。なんかやだ、本当にやだ。なんでだろう、なんか。ちょっと余裕がないのかもね。
よくわかんない、それは。それはよくわかんない。余裕ないからって挨拶できないの？うん、もしかしたら。ほら、余裕うちらのさ、場合さ、ご近所さん全員挨拶したら返してくれるからさ。でも、それも、まあまあ、全然いいんだけど、うん、こっちからしたら、したから、してるからよ。あ、そういうこと？向こうからは来てくれないもん。おろ。でも、待ってみたらそうしたら。いやいや、でも自分から声かける人でありたいから、俺は。あ、そう。なんかね、寂しいよね、うん、寂しいよね。どっちもそういう挨拶しないならいいけどさ、こっちが言ってんのに返してくれないっていうのはそれはちょっと違うんじゃないかなって思う。確かに。まあでもじゃあ、ね、こ好きで挨拶してもらってないですけどとか言われたらそこまでだけどさ、うーん、まあその人にはその人の言い分があるのかもしれない。何を挨拶しない理由の言い分ってなんかもう今日挨拶したら負けみたいなゲームしてるとか、くだらない。そんなゲームしてる一人でしてたらくだらないよ。それかなんかもうすごいなんか賭けに参加してるとかよ。なんかさ、でもなんかあった時とかさ、なんか一人で家にいて倒れてたとかさ、おうおうおう、誰も助けてくれないよそんなことしてたら、ね、マジで嫌よね。うん、まあ強制するのは違うけど、どうなんだろうねと思うけどね。でもさ、なんかちょっとしたさ、お土産とかを渡すとかさ、うん、さんとかに、うん、こないだとかもさ、パン作ってさ、しょうちゃんが渡してさ、すごい喜んでくれたじゃん。ああいうのでさ、めちゃくちゃ嬉しいよね。嬉、うん、しい。そしたらね、うん、シャインマスカットくれた。ああ、すごかったね。嬉しいね。そんなね、こっちなんてさ、うん、大したお金もかかってないものさ、申し訳ないと思って、うん、本当に嬉しい、ありがたい。確かに。だってお向かいさんもさ、うん、なんかお菓子くれたじゃん。確かにね、嬉しいよね。すぐ近くにあの地元のお菓子売ってたんだけど、うん、高い安いじゃないよ、もちろん。そう、そうじゃないんだけどさ、あの気持ちよ、ね、そう、気持ちが嬉しいよ、本当に嬉しい。そしたらさ、しょうちゃんも褒められたのがさ、嬉しすぎて図に乗っちゃってさ、うん、またパン焼いてあげたじゃん。しかも大量に。そういうとこ可愛いよね、しょうちゃん。素直に嬉しいんだって。そしたらね、またね、美味しかったですってみんなから言ってもらえたのに。まあまあまあ、パン屋さんになっちゃうか。パン屋さん無理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 よ、無理、ね、そんな無理やり食べさせないでいいの。うん、ここ置いとくかんね。ええ、はい。そんなんで食べてくれたら苦労しないのよ。おお、食べないの。食べないのか。食べない。これ食べてよ、これ。あ、食べるよ。ちょっとやめてよ。俺の分まで手つける。はい、どうぞ。そうね、でも、うん、やっぱ自分から挨拶する人でありたいかな。そうね。うん、うん、うんうん。わかる。無視されても。うんうんうん。うちらもさ、うん、朝起きたらちゃんと挨拶するよね。うん、おはようって。ああ、そうだね。うん。普通？普通の子だった。うん。あ、うまい。長くね。長くねし。短いし。あれなんじゃない？うんこってかトイレ長いからさ、うん、あなた自身がうんこなんじゃない？もはや。実はうんこでしたみたいな。どういうことよ。誰がうんこや。